あきこさん、緑の風の亀井でございます。早速質問に入らせていただきます。今回の法案を、拝見して、この法案自体には、特段、問題はないと思ったのですけれども、ふと公務員制度改革はどうなったのだろうと思いました。政権交代してからアベノミクスなどのニュースに偏っておりますけれども、一方で全く聞かなくなったことが公務員制度改革ですとか天下りの問題だと思います。そこで、お伺いいたします。2008年に成立した国家公務員制度改革基本法では5年以内に必要な措置を講じることとなっております。実は今日ご答弁されている笹島局長は何年も公務員制度改革のご担当者でおられて、とにかく法律を作ったのだから、提出をしたのだから、審議してくださいということを各党回って説得をしておられたのを記憶しております。法案は賛否はともかくとして、提出をされたら、審議はするものと、それが何回も何回も審議されずに国会で滞って、でようやく審議入りしたところで、解散で廃案になったという経緯であると思います。そしていよいよ、来月で丸5年が経つわけですけれども、対策を講じないというのは政府として法律違反だと認識をされていらっしゃいますか？なぜ閣法を提出しないんでしょうか？政府の公務員制度改革に対する今の考えはいかがでしょうか？お尋れいたします。寺田内閣府副大臣。はい、お答えをいたします。委員ご指摘のとおり、国家公務員制度改革基本法第4条におきましては、公務員制度改革は喫緊の課題であるとして、できる限り早期かつ集中的に実施をする必要があるというふうに考えられましたことから、改革に必要な措置については施行後5年以内、これを目途にですね、必要な法制上の措置について、講ずるものとされたところであります。でご承知のとおり、これまで政府といたしましては3回、法案を提出をいたしてまいりました。この法制上の措置、法律で言っているところの法制上の措置とはですね、これは法律案の作成及び提出を意味するものと解釈をされているわけですが、この目標時期であります、この期間内にですね、3度提出をしたが、委員ご指摘のとおり、国会の方で、審議の、この終了を得ることがあたわず、廃案になっております。従いまして、法律論として改めて、いつまでに措置をしなければ基本法違反になるという事態には、生じないわけであります。そういうふうなことにはなりません。しかし一方で、政府として引き続き基本法に基づき改革を行う責務を有しております。したがって速やかにこの公務員制度改革を進めていくことが、必要である。そのように考えております。亀井明子さん。法案審議が国会で進まなかったというのは、当時の野党、自公に責任があると思います。ですから、法案に反対であったのであれば、今政権変わったので、じゃあどうするのかという対案をきちんと間に合うように出すべきだと私は思います。私がこの期限にこだわる理由はですね、実は消費税法案のことを思い出すからなんです。あの法案も自民党政権時代に21年度税制改正法の附則104条に23年度中に法案を出すと書いてあるから、出さないと役所としては仕事をしていない、法律違反なんだと言って出したんですね、3月末に。ですから消費税の増税の法案は期限内に出します。だけど公務員制度改革の法案は期限を無視しますというのは、国民に対して私通らないと思います。ですから私は、政権交代したのであれば、それではじゃあ新しい考え方に基づいて早急に出すべきだと思います。で次の質問に、移りますけど、よろしいですか？時間がないので、天下り渡りについてです。でこの天下りの問題というのは、私の認識ではまだ解決をされていないと思っています。だからこの問題を解決しようとしたときに、ではその
ベテランの職員の方をどうするのかという問題があって、そして岡田副総理の時代にではその採用を抑制しましょうということになって、これもまあ問題でありました。ですからその全体の制度改革が進まない中でどうすべきかと、民主党がやりきれなかった部分だと私は認識をしております。そこで天下りは必要なのでしょうかと、そういうような質問を先に書きましたところ、いや天下りはありませんという答えが戻ってきました。でこれはまあどういうことだろうかと、私はまだ解決されていないのではないかと思っているんですけれども、今の、政府の認識についてお伺いいたします。新藤総務大臣。天下りとは、副省庁が退職後の職員を企業団体等に再就職させることということでございます。でそれは私たちの政権もこのように定義しておりますし、前民主党政権においても同じ定義でございます。そして平成19年の国家公務員法改正によって、各府省による再就職斡旋の禁止等の厳しい規制を導入して、天下りの根絶を図ってきたということがございます。そして、さらに昨年この立ち上げました再就職等監視委員会による監視の下で、この不適切な行為、それは例えば斡旋規制ですとか就職活動規制、 OB による要求依頼規制と、こういったものもありますが、これらについてですね、この天下りとならないなるかどうか、そういったことについては厳格にこの監視をし、そして規制をしてまいりたいと、このように考えております。亀井明子さん。それでは確認ですけれども、天下りの問題についてはその民主党の政権時代にかなり、役所として改善をされていると、そういう認識でよろしいですか。新藤総務大臣。何々の時代ではなくて、今この再就職等監視委員会をきちんと機能させること、それによってですね、天下りを根絶を図っていくということで我々はやっているわけであります。亀井明子さん。時間もないので次に行きたいと思います。能力給についてお伺いいたします。で私、能力給、これがいい悪いと言うつもりはありません。民間企業で導入したところで弊害も出ております。例えば研究開発などを例にとれば、短期的な、結果を求めるために長期の研究ができなくなったというようなことも聞いておりますから、能力給は必ずしもいいと思っているわけではありません。ただこの制度を公務員制度にこう取り入れるというのは馴染まないものだと思われますか。それとも例えばあるところまでは横並びで昇給していって、10年先週ぐらいから能力給を入れるとか、部分的な取り入れ方もあると思うんですけれども、大臣はいかがお考えですか。新藤総務大臣。この能力や実績に基づいてメリハリのある給与決定、それから人事ですね、こういうものを行うのは重要だと思っています。そしてこの昇給のこの合法ですとか、それから勤勉手当、この成績率の決定にあたって、これは人事評価の結果を活用すると、こういう中で個々の個人の能力や実績を踏まえた処遇というのは行うように、今でもこれは取り組んでおりますし、今まで以上に最近のですね、この人事評定というのは、人事評価システムというのは、こういったものを意識しているところだと思います。委員がおっしゃったように、やはり入って、そして修行をして、能力を身につけて、もしくはいろんな仕事を経験した上で、この管理職として能力を発揮していく、そういう中でですね、やはり適時適切な能力に対応する人事の処遇というのは、私は行ってしかるべきだと、このように思うんであります。公務員としての制度がありますが、その中でですね、今おっしゃったようなこと、これは、能力や実績、こういったものに基づいたメリハリのある人事制度というのは、これは我々も求めるところであると思います。亀井明子さん。今回の法案にも変わることだと思いますけれども、年金までのつなぎの期間、再任用をしていく、上の世代の人がたまるということは、やはり若い世代の方に影響が出るわけですから、このとどまる人たちの、給料が上がりませんというのは今回の法案ですけれども、そうじゃなくて、下がるということは、一般的にないわけですよね。
長く年配の人がとどまる分、どう若い人たちの給与を見ていくかという中で、私は工夫が必要だと思います。それでは先ほどの現在での その人事評価制度、能力を評価しているということですけど、この給与への活用の前提となっている人事評価制度で何か改善が見られたのでしょうか。これは局長にお伺いいたします。笹島人事恩給局長。人事評価制度でございますが、平成19年の国家公務員法改正によって導入されたものでございまして、さまざまな人事管理の基礎となるものでございます。で、これは平成21年10月から実施されまして、評価結果は順次、昇任、勤勉手当、昇給等に活用されているところでございまして、平成24年1月からは地方機関等を含めて全府省において全面的に活用されているようになったところでございます。総務省としましては、これまで制度の定着を図る観点から、評価者訓練等に取り組んできたところでございます。で、今般、大臣より運用実態の把握、あるいは検証を行うように指示があったところでございまして、我々としても、4年目とになりましてですね、いろいろ改善すべき点があるだろうというふうに考えているところでございまして、民間企業の動向や、有識者の意見を踏まえながらですね、メリハリの効いた評価が行われ、人事管理上一層有効なものとなるよう、さらなる改善を図ってまいりたいと考えているところでございます。亀井明子さん。はい、自公政権に変わりましたから、人事院制度をベースとして改善をしていきましょうというスタンスなんだろうと、想像いたします。能力給の制度をいきなりというのも難しいかもしれませんが、やはり取り入れながら公務員のモチベーションが上がるように、やはり途中で伸びる人と伸びない人ってあると思いますし、やはり上がったり下がったりが多少ないと仕事に反映されないと思うので、そのあたりはぜひ工夫をしていただきたくお願いいたします。それでは質問を終わります。